正直めんどくせえなと思うし、すぐ飽きちゃう、あんなの。結局相手がいないと成り立たないんでしょ、放送は。だって誰か相手がいないと成り立たない放送は飽きるような、もう同じことの繰り返しだから。だからゼロワンもそうなんだよ、同じことの繰り返しだから。毎回見てる放送が一緒、まあちょっと俺にも合わない。ニヤニヤなんかしないよ別に、普通に見てるだけで。面白い時は笑うし、面白い配信じゃん。まあでも飽きが来るよ、俺の放送もそうだけど飽きが来るんだって。便所嫌いみたいだけど、便所と同じことしててくさ、便所が嫌いみたいだけど、便所みたいなこと、俺便所みたいなことしてる？便所がどういう放送してるか知らないけど、ちょちょちょ、便所がどういう放送してるのか知らんけど、わからん。便所か、まあどうだろうね。まあ、でも便所太郎と比べたら全然あれじゃない？俺の方がまあ認知度もそうだし、人気もあると思うよ。まあつか比べられないと思うよ、ずっと。やっぱ多分配信を多分そのニコ生っていう時代からやってるから、こんな配信サイトがある時代ね、いっぱいある時代からやってるわけじゃないからさ、俺はね。だから、まあ、それはもう超えられないんじゃない？一時ね、閲覧とかで超えることとかさ、そういうのはあるのかもしれないけど、総合的なものを比べたら無理でしょ。好きな配信いないね。特にやっぱ自分で配信やってるからなんだろうな。ニコ生って今は知らんけど、当時は投げ銭とかなかった。昔はなかったね。アンチコメント、アンチコメントなんてある？だってあのね、俺さ、過去にツイキャスとかニコ生から言われたことがあるんだよ。ね。で、他の放送でも言われたことがあるんだけど、そうそう、ね。匿名コメントが打てるのに、ね、あの普通の、ね、生 ID で打つなって言われたこともあるし、ね、最近言われたことあるし、あとアンチコメント書くのにわざわざ生 ID 書くのはバカだって、書いてる人がいたんだよ。うん、いるじゃん、だって名前出してさ、アンチコメント書いてる人、毎回。何を自己主張して。確かにそういう人っていた、言ってる人いたんだよ、匿名コメントで。でも今いるじゃん実際。だから自己アピールしたいんだなというふうにしか思ってない。普通にさ、普通のコメント書いてるんだったら別にさ、名前ありで書いてても別に普通じゃん。匿名コメントでそのアンチコメントって自己主張でしかないでしょ。俺その通りだなと今思える。今匿名でアンチコメント書けばいいじゃんと思う。わざわざさ名前出してさ自己主張しなくていいじゃん。だから周りの人間にこうやって見られたいのか、それか俺に分かってもらいたいのか、存在をね、分かる？別にバカにもしないよ。そうなんだなと思うだけ。うん、まあそういう人もいるんだな。でもそっちの方が嬉しいよ。嬉しい。読まなくていいの。そうでしょ。匿名コメントは誰が売ってるか分かんないじゃん。だからさ。そのスルーっていうのはその文章をちょっと見てからじゃない。でも名前出してくれると、読まなきゃいいんだからそいつだけ。そうそう、簡単な。ミズニャ、なんかミズニャアンチ増えてるね。俺が出てきて思った。うん、俺ね、雑談たぬきでさ、その雑談たぬきがいっぱい集まってるところを、この中身見ないでも見れるじゃん。ランキングみたいに出るじゃん、スレの。それ見たときにさ、やっぱさ、上位に常にいるのってさ、その和道猫まちゃん、四季さん、便所太郎、あと、なんだっけ、なんだっけ、さっき、水にゃん。ここら辺ってもう大体上位にいるわけよ。全然。なんか、ってことは、
それだけアンチがその人たちが増えたってことでしょ。だからまあベジル太郎は分かるし、水谷は多い、結構意外だったな。でも勉強太郎が一番悲惨なタイプだよね。視聴者少ないのに、視聴者少ないのに雑談残機、まあアンチだよね。そいつらだけ増えてるっていう、すげえ悲惨な状況だよ。放送見ねえで、もう過去の勉強太郎があるからさ、それだけで悪口を書くっていう、そういうことでしょ。もう中身見てねえからあれだけど、すげえなと思うよ。お前のいない間に結ヶ庵中、なんで水谷ってアンチが増えたの。じゃあ水谷再放送の女芸を、ああ